除夜の鐘を中止することを決めたのは、札幌市東区北十条東11丁目の大覚寺です。大覚寺の住職によりますと、去年の大晦日の後、市民からうるさいという苦情がおよそ30件寄せられ、中止はやむを得ないと判断したということです。急に中止になってちょっと寂しいなと思います。騒音っていうものでもないと思ってるので、まあ、やめちゃうのはちょっと寂しいかなっていう気はしますね。大覚寺では今年の春から午前6時についていた鐘もやめていました。大覚寺は住宅街にあり、近くでは再開発事業も進んでいます。